レイフォーザガッツ続きやっていきましょう。今回4体目、になりますね。いやはや、あーなんとなくあと半分ですね。ここに行った狼がなんかね、どんどん成長してってるっていうのが気になるところですけども、はい。では最近品不足のポテトフライ巨像でも倒していきますか。本当にポテトフライかどうかわからんが。さて、で、目的地が、右上、北西の方ですね。あー、はいはいはい。なるほどっすね。一回ちょっと迷い込んだところですね。はい。道中何もいないことを祈って、旅立ちまーす。はい。そんなわけで、まあ目的地、首都の真下っすね。首都の真下、あれなんで言うんだろう。まあいいや。では、まあ結構遠いんですよね。まあカットでいきますね。はい、どうぞ。はい。というわけで、多分、ここですね。ここですね。こっから、入ってったら多分着くと思うんですよ。ね。巨人兵みたいな。バタンの下を通ってね。いまいちその、ボタン操作がね、間違えちゃうんですよね。で、なんとかまあ、無事に風もね、治りまして。やったねっていうところでね。こんな声だったっけって自分でもちょっと驚いてるんですけど、だいぶ低いっすよ。だいぶ低い。よし。さて、はいはいはい。で、まあ謎の壁があるわけなんですけど、まあこれヒントなんですよね。ちょっとさ、あお魚取りたいのは山々なんですけど、まあちょっとやめておきましょう。で、このワーンっていうのが何かっていうと、まあ見た目通りファーンなんですよね。ファーン、吹き抜けの部屋によくあるファーンなんですよね。で、まあ当然なんかね、まあいろんなデジャブがあると思うんですけど、まあこうやったら飛べるわけっすよ。で、ここでこれ使うわけです。そしたら、ここに到着するって、まあ、まあなんかいろいろ参考にしたんだなって思える感じですよね。はい。はい。では、ちょっと一回段を取って。あら、予定は一応。熱い。まあ、眠っている方もおるわけですね。確かここで拾ったのが何だっけな。まあ分かんねえ。はい、で仕切り直していきましょう。で、一回迷い込んだ時にこっちに行こうとして全然上がれねえやってなって、まあ氷のところはこれ使えないんでね、登れないんですよそもそも。はい、ではこっから前人未到の地、やっぱりいたな。はい。まあもう、ある意味驚きもしないですよ。俺こっち増産したいわ。シューティング楽しそう。うわ、なんかいろいろ、ちょっとギミックあんな、背中に。点灯させていかないと多分ダメだな。これワンダーの時はね、空もいたっけ？あれは鳥か。うなぎみたいなやつだったよね。で、結局、これ、いつ、もう、つか、もう、戦闘開始じゃん。では、我が戦い、鹿と見届けよ！というわけで行きましょう。本当にこれ、降りていいんか？実は降りたらダメなんじゃねえか説が、ちょっと。あ、ここくぐったらなんか、
ポイントゲッチみたいなね、そういうノリはないというね。まあ、ギミックがあったんで、まあ、多分今のところ予想ですけど、まあ、攻撃したらあの光るギミック、あれを多分弓で撃ち抜くんじゃねえか。あー、それで吹き飛ぶだけっていうし、この主人公も強いね。でも弓なんてドロップか、つか弓ねえぞ。あったっけそんなに。まあ、ここに弓が落ちていたら確実だね。確定です。風は起きてない。疲れ果てた。熱い。これだ。で、あ、まだ先か。いて、まあ、ここ乗れねえな。ここまず開けていかないとダメなんだな。ということは他にあるはず。あ、もしくはこれ登れないな。他にも同じようにギミックがあると思われるんだけど、熱い。ああ、壊してくれた。あ、はい。そういうことしてくれるってこと？おい、下準備が結構必要だな。全部壊してもらわないとダメなのかな？あっちにある。ここよー。あ、だだだ。早く撃ってくれー。サンキュー。はいはい。で、あとあれだっけか。一回準備整ったらセーブさせてほしいよな。できるっけ？できねえよ。頼んでないけど壊してくれてありがとう。よし、スイッチオン。はい、どういうこと？あれはなんだ？あれはどうする？あれはどうすっかね。あれに攻撃するのか。あだーい、あちゃ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 あ。よし、では、あ、まず真ん中行きましょう。これ、あんまり意味なかったな。近く飛べるだけか。危ねえ。戦いどころじゃねえんだな。多分弓で狙えばいいんだろうけどな。今だ。えい。違いましたね。あ、なんかいっぱいある。行けばいいのか。それとも乗れるんじゃないか。乗ったわ。なんか知らんけど尻尾、まず尻尾から行こう。多分尻尾にあるやろ。あー、後ろにある。え、あ、こう
え、どうすんの後ろとか。あ、はあ、なるほどな。最初間違えたか。ひっくり返るんじゃねえの。あ、これひっくり返んのか。ひっくり返るのはいいんだけど、ひっくり返ったまんまになるか。ちょっとタイミング次第みたいなとこあんの。あのこの壁のギミックは何なんだ。こいつを多分呼び寄せるためのやつかなとは思うんだけど、結構厳しいぞ。まだちょっと把握できない。ちょっと一回走る。あ、いけそう。さあ、いけるかな。だ、結構耐えながら行かないとダメだな。この回転3回分持つか。あれ、封印されてね。されてなかったわ光ってくれよいつもみたいに。あー、やばい。なんとか1回持たせたいけど、これさ、帰りのこと考えないとまずいんじゃないか。あー、やべえ、全然できねえ。あ、落ちた。これはやっぱりこの真上に来たタイミングだろうな。あ、間違えた。何もしてないのにちょっと死にそうなんだよ。まずくね。行きましょう。ナイス。初めてこれ使ったよし、走れ。こっち側にあるはずだから、うまく走りながら、よし、張り付いた。そうかそうか、最悪あれで近づけばいいのね、鍵縄で。回転するのやめて、回転するのやめて。回転するのをやめてもらってから引いていきましょう。えい、 OK、 あと1回でいけそう。OK、 まず1つ解放したか。本当にで、どうにか走り抜けて戻りたいところだが、厳しそう。背中のギミックが気になるし、あっ、ダメだ、全然持たねえ。あんまりスタミナ使いたくないよな。あぶねえ。よし、走れ。ああ、走らんとこ。回転に合わせて、回転に合わせて。あぶねえ。でもこの敵ちょっと楽しいぞ。ここにも鍵縄ある。
カンカン言ってる。ここにギミックがないな。あれか。どうすっかな。あそこまでどうやって行く？あれ使うの？さ、問題はこっからやな。早い早い、ちょっと、あ、まずい。あー、ダメだー。また操作しちゃった。まあ、鍵縄移動をちょっと繰り返していくしかないから、弓はまた使わねえな。痛いの痛いの痛い痛い痛い。攻撃してくるときは必ず真ん中に立ち寄るから。何をしてんの。めっちゃ使っちまったよ。あ、普通にいける。届け。あー、ダメだ。次のターン待ちましょう。尻尾からか。問題はこっからだよな。あっちに、あっちにどうやって行く？うまく隙を使って、隙を狙っていくしかない。月月届いた。あーで回転するわけね。はいはいはい。ちょっとありがた迷惑やったなそれ。あーでもそっか、毛のところが繋がってもらわないとダメなんか。また髪の話して。あったー、決めさせてもらうぜ。ほい、1回で2回。で、あお、暴れるな暴れるな小僧。して3回。ん、終わってないよな。覚醒モードか。覚醒モードかよ。激おこ、激おこですね。じゃあこのまま上に向かいますか。めちゃ怒ってる。ダメだ。尾ひれがあって、しばらく回転しそうだな。回復しつつあそこに走る。捕まってろ。やばい。ああ、弓でもいけんのかな。あれ風が強い。まずい。帰ってこい。よし、神プレイ、個人的神プレイきた。どうする？回したけど
どっか水平保ってもらった時点で。進めねえ。これ落ちるとちょっとやる気なくすな。落ちたくない、落ちたくない。走れ走れ、お前ならできる。よし、多分ねもう一個あると思うんだよね、これと。今どういう状況、今どういう状況。一回連打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 。うわ、よし、揺れるね。ぎっ、はい、落ちそうだな、これ。よし、オッケー、いいぞ。多分次でラストかな。やばい、また俺操作間違えそう。回転してる？ちょっとあっちまで行ってしまおう。やべ、どっちがどっちか分からなくなってきた。めっちゃ回るな。まずい、どうぞ、まずい。そう、そう、なくない。ちょっと遠いよえらい、えらい、えらいやり方やったな。あんなお前飛んどるやつコントロールしながらさ、鍵縄投げれんの、すごすぎない。いけー、俺の動きちょっと把握してる感あるな。右行ったら左の、模様があるな。ちゃんと回ってくるもん。さて、どうすか。ダメだ、何も見えない。危ない危ない危ない、ちょっとこれなかなかにね、あっちに到達するまでが結構厳しい。なんでないか、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 ない、ないな、ないのか、ないか、ないな、なかった。いや、あれいける、おぶえ、さあ、なんとかしていきたいところだが、あ、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと回ってくな。よし、ようやくこっち来た、ようやくこっち回れたぞ。焦らず焦らず、ゆっくり行こう。回転したがるからこいつは。おお、危ない危ない、ボタン間違えた。唐突なのやめて。いたー、あれだ。一回直したい。よし、いいぞ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 。よし、これずっと後ろ抜けとけば勝ってたのにな。いっ、1 いやー、すごい乾燥してるわこの世の中はな。
しゃ、行くぞ。もしかしてもう一個ありそうだけど、とりあえず最後の一撃は、切ない、切なかったね。いや結構サクサクだったな。あーちょっとなんだろう、産卵を終えた鮭の気持ちみたいな感じ、誰も伝わらんかなこれ。おお、どこ行くね。天に昇ろうというのかい。いやーちょっとこの子好きだな。俺結構好きやけどねこいつ。なんか鮭の頭みたいな顔してるしね。はい、ドグロを巻いていきますかい。あれ原稿中めっちゃ飛んでる。またゲーム違うぞこれは。さあ、泉がすごい溜まってんな。なんだ、なんか黒い、あ、違うか。バハー、味方か敵か。おいおい、ちょっと待ってくれよ。そのなんか演出さ、それ光白いだけでさ、元は黒いやつじゃったないか。黒いやつ俺ちょっと見たぞワンダで。なんもねえんかい。はい、今回オオカミが出てこなかったけど、ファー、はい、4体目でしたね。で、新たな目的地が出現すると。ファーラ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 ー、ラーは甘い。さあ次は、やっぱそ、なんかバランス悪いな。ちょっとこれ普通に戦いそうだな、骸骨的なやつとさ。